人が嫌がる仕事を誰かがやってくれているおかげで世の中は回っています。今回は少し敬遠されがちな仕事をしているスレ主が建てたスレを2つ紹介します。まずは2017年11月に建てられたこちらのスレです。バキュームカー乗りやけど質問ある？あれば答えるやで。中入ったことある？バキュームカーのタンクの中なら掃除するときに何回か入るで、もちろん中身ないときに。周りの人になんか言われない。親に感動されたし親戚の誘いも呼ばれなくなったで。彼女も友達もいない。あれ時々中入って掃除するんやろ。鼻もげそう。ボットン便所用は文字通り鼻もげるけど浄化槽用はそんなやで、硫化水素発生してゆで卵みたいな匂い。酸欠には注意しよう。吸い込むとき臭い。ボットン便所はやはり臭い。浄化槽はゆで卵の匂い。やはり匂いという点ではきついお仕事のようですね。うんこバキュームドライバーに感謝不可し。普段からうんこ臭いとか言われたりするようになっちゃう。実際バキュームカーも人類の英知で進化してて、匂いはほとんど漏れなくなってるんや。故に運転席が臭かったり、仕事中にうんこ臭くなることはほぼない。Y 浄化槽管理担当、頭が上がらない。Y ももともと管理やったけど強引に大型免許取らされてバキューム成人になった。でも働く車って子供に大人気やろ。幼稚園児が臭い臭いって喜んでくれる。うちのは浄化槽やな。この前タンクにモリモリ入ったのを知ってくれてありがとう。正直スカムカッコ浄化槽の糞尿由来のゴミ吸い込むの結構快感やで。ただうまく吸い込まないとホースが大暴れする。通りすがりの女の子がホースに投げ倒されたことある。勤務時間は ?8 時から17時やけど実際の勤務時間は7時から15時ぐらい。同僚はどんな感じの人が多い？もともとこういう業界ってや、座が参入してたんや、故に怖い人多かったで、今はそうでもないけど、何にせよ若い人は全然来ない。こういう仕事楽そうでいいなとは思うけど、インフラ整備された時点で急にリストラされそうで怖い。浄化槽を下水道に変えますって人多いわ。うちの地域もみるみる浄化槽減ってて将来が心配や。なくなることは絶対ないけど。結構給料に差あるみたいやな。Y の会社では割合高めかな。先輩は定年過ぎてもなりておらんから20万ぐらいもらってたし。学生のアルバイトはないのだろうか。大型、中型の免許なくてもアルバイトならあるかな。Y もアルバイトから入ったんや。下水道って市が管理して整備するもんやないの？括弧の移行で切り替えたりするもん。両方ある。市役所とか市の持ち物は率先して市が下水道化してきたけど家単位やと家主の自由やな。加古川なんかはむしろ浄化槽増やそうとしてるし。休みとかってどんなもんや？こういう仕事や都会もなかなか期間やろし大変そう。会社によりけりやけど残業はないし休みも取れるで。休日におでんや糞尿抜きに来られても客が気悪くするし。スレ主は比較的いい環境で働けているようです。そんなスレ主に感化されてなのか、バキュームカー乗りの仕事に興味を持ったスレ民がいました。必要な免許教えてくれメンス。MT の中型免許かっこ大型やと名をよし。浄化槽清掃技術者かっこ入社してからでも OK、3日の講習でゲット可能。ありがとう、頑張るで。ちなみにバキュームカーには、2、4、7、8、10トンのものがあるで、最低でも4には乗れないと厳しい。人間がうんこする限り第2第3のバキュームカー乗りが現れるんやな。仮に日本中が下水道化してボットン便所や浄化槽が消滅しても、配管の詰まり直したり他の汚いもの吸い込んだりバキュームカーはなくならんはずや。バキュームカー乗りは、糞尿の組み上げだけでなく他の内容のお仕事もこなしているようですね。次に紹介するスレは2019年12月に建てられたこちらのスレです。ゴミ回収員やってるけど質問ある？ちな新人や。一日何箇所ぐらい何時間で回るんや？可燃の人は120箇所くらいを6から7時間。不燃の人は40箇所くらいを8時間。大体や。やはり4倍もの差があるんか。不燃のが時間かかりそうやしな。年末年始大変そう。多いらしいわまだ未体験。月給いくら？手取りで16万。思ったよりかなり低い。明らか分別してないまんぶっちゃけどう思う？アホやなって思いながら回収できませんシール貼るだけや。好きなゴミ収集車のメロディ。ない。給料良くて自分の時間あるってマジ？残業ほぼないで。爆発したことある ?Y の会社ではない。手とか怪我しそう。手より足やな。いつもありがとな。こちらこそ。世話になっとるわ。3月。そう言ってもらえると頑張れる。午前で仕事終わって午後サボるって聞いた。ノーノー。ゴミを自分のものにしたことある？ない。お笑い芸人兼ゴミ回収員が分別の漫画出してたな。社長に読まされたわ。草。何時出勤でいつ退社？ Y は7から16。匂いが体に染みつくらしいな。まったく。まだ新人のスレ主ですが、ベテランになってくるとある特殊な能力が身につくようです。可燃物のベテランのおっさんは袋持っただけで余計なもん入っとるってわかる。週に1日、労働時間8時間、土日休み。せやね。Y のことはいつ回収に来る？最近後ろにしがみついて移動してるの見てないけど禁止になったんな。なってないで。なってないんか。じゃあやっとる人はやっとるけどやってない人はやっとらんのか。あれ映画っぽいよな。小学生の頃やってみたいなって思ってたわ。夏は？月の 1.5 倍。週休2日？うん。手取り16で7から16時の残業なしで完全週休2日制。
ナスは 1.5、どうやろな。どうやってなったん？インディード。ゴミ収集車乗るん？ワイも昔バイトでやっとったぜ。ワイは船回収で2トントラック。船か、同じやね。ワイは夏休みの市のバイトやったわ。休み取る職員さんの代わりに空いた車にサポート行っとった。分別いるいの？不燃物は会社で分別してからゴミ処理施設へ合や。分別についてはイラに熱く語りたいことあったら語ってや。新人やから熱くなるほどの話はないけど、ゴミはまとめて袋の口ちゃんと縛ってくれてたらええわ。巻き込まれて死ぬ人ってまだ一定数おるん？おらん。安全も随分向上したもんやね。でかいマンションとか楽でいいよね。一箇所でめっちゃ詰め込められるし、汚いところはゴキブリもやべえけど途中から何も感じんくなったわ。ワイが回収しとるマンション何軒かあるけどほぼ出し方悪いわ。雨の日の雨がっぱって未だにビニールみたいなやつ使ってる？最近はもっと防水かつ通気性ある素材のになっとるんけ？ワイは雨でもカッパは気品は動き回るからめっちゃ熱い。会社が支給しとるカッパあるけどホームセンに売っとるような普通のやつや。せやねん、あれ通気性ないからサウナスーツ見たくなってむしろ着てた方が汗でよっぽど濡れるんよね。でも規則やから着ないとあかんくて、雨の日は暑さで地獄やったわ。一般住宅なのに業務用で出させてるとこと家庭用で出させてるとこあるけどこの差ってなんなん？わからん。バイトの時は8時にゴミセンター行って、午前、午後回って午後は早い日は2時くらいに終わったな。5時まではおらんとあかんかったから風呂入らしてもらって、余った時間は休憩所で鬼面組呼んでたわ。ちなみにこれで月20万くらいやったわ。都心か。せやね、東京や。ゴミ収集のおっちゃんたちはみんな気のいい人らでバイト楽しかったわ。うちのとこは収集場所なくて自宅前に出しとるな。いつも助かっとるで。お、船ゴミの中に使えそうなゴミあったら持って帰る？持って帰らんなゴミやからな。いつもご苦労さんやで。3月。昔はゴミ収集って高級取りやったけど、今は業務委託で安月給らしいな。せやね。悲しいな、もっと給料渡してあげてくれ。詰め込み役の人ってパッカー車に乗らずに隣のゴミ捨て場まで脱出してるけど、あんな急ぐ理由あるん？市のゴミ処理施設も搬入の時間決まっとるからやと思う。なるほどな。ケツの時間決まってるからゆっくり回るなら早朝からでなあかんのか。ワイはゴミ収集のバイトに申し込んだのは、ゴミ収集車の後ろに捕まって乗って公道を移動するのやりたかったからなのに、規制でそれができんくなっとって残念やったわ。どうやら地域によってパッカー車の後ろに捕まって移動するのは規制があるようです。都内？関西の地方とだけ。公務員？民間や。腰痛くならん。まだ大丈夫や。まあおっさんらも腰痛めとる人はおらんした分大丈夫ちゃうか。なるほど。昼飯って空気になる？ワイは不燃物やから匂いはほぼないから大丈夫や。ゴミもゴキブリも全く気にならんくなるで。はい、3月。あの人ら職人技で、もうこれ絶対これ以上詰め込めんやろ。ってところから無理やり押し込む技持っとるよな。ワイも新人のゴミ焼却施設の運転管理員や。ゴミが絡まって再起動させるのにいくらかかる？ワイの死のところは50万って聞いた。新人がそんなこと知るかよ、こちとらマジで新人だそ。手取りいくら？まだもらってないけど基本給20万や。今月から勤務け？せやで。頭悪いのに覚えることたくさんあってきついわ。民間？市の職員？民間やで。ワイのせいですまんな。はい、ゴミ税民結構多いんやな。まるでオン税民がゴミみたいじゃないか。え、ちゃうの？汚い仕事かもしれないけど頑張ってください。いつもお世話になってます。おう、一言いいか？いつもお疲れ様やで。ありがとうよー。灰皿代わりにタバコの吸い殻入れたペットボトルを可燃ゴミに出したり資源ゴミに出すのどうよ。ちなみに水も少し入ってる。可燃に捨ててくれ。死にもよるかもしらんがペットボトルは基本可燃ゴミと一緒でいいで。ラップバトル氏は意外とそういうところ厳しいんを。それはともかくいつもお疲れ様やで。ゴミ回収員ってバイトなのかと思ってた。ワイのとこは人手不足のくせになぜかバイト募集してないわ。燃えるゴミに金属入っとるときどうするん？ゴミ処理施設の機械に絡まる。余計な仕事を増やさないためにもゴミの分別はきちんと行うようにしましょう。暑いし寒いしいつもいつもお疲れさん。体に気をつけてな。3月。ゴミ収集車がゴミ押しつぶすの見るの好きなんやけど、仕事しとるしまじまじと見れんのよね。ミシミシミシって潰れて気持ちええわ。ゴミ収集車の後ろに立って乗るの怖くないんかな。あれやってみたいわ。後ろに乗るときは回収する物件の間隔が狭いときやからスピードもそんな出てないし怖ないで。なるほど、状況に合わせてるわけね。危ない思いとかしたことない？不燃物回収やから包丁やら割れたビニやらが袋から飛び出してて足を切りそうになったことは何回かある。包丁は怖そう。あれ処分の仕方を死に尋ねたら、段ボールとかで歯が出んように包んで包丁危険とか書いて普通ゴミったら言われてびっくりしたわ。ほんまはそうせなあかんけど今のとこほぼ見たことないな。マジで？ワイはハサミもカッターもそうやって捨ててるわ。手よりも足を怪我するってのは初めて知ったけど、実際に知り合いとかで怪我した人いてる？上司のおっさんは大体やっとるな。みんなからわしも切ったから気ぃつけやみたいな。衛生的にも問題がありそうな刃物とか怖いわ。印象的と言ったらあれやけど変なものとかある？
普通の家庭から出るものやからそんな変なものはないな。不燃物とか燃えるゴミの日に出してた時はスルーするんか？回収するで別にこっちが困ることないしな。まとめて車にポイするんか？物によっちゃさらに危なくなりそう。分別員は大破手袋してるから大丈夫や。ゴミ収集やっとるから処理場の分別とかは違うんやな。処理場の人とかと話とかしないの？軽量のとこの受付のおっちゃんおばちゃんとたまに話すくらいやな。一人で回収なん？不燃は一人。可燃は運転手と補助員で二人。ワイは一人が良かったから不燃選んだ。袋に鋭利なもの入れられるとマジで足切れるよな。包丁や割れたガラスを隙間で入れるやつは傷害罪で逮捕してほしいわ。包丁はラップでぐるぐる巻きにして捨ててるわ。以上です。ゴミ収集は意外と危険が多い仕事だったのですね。私たちの生活に切っても切り離せないお仕事、いつもご苦労様です。最後までご視聴ありがとうございました。